転車のお鍵かけに協力お願いします。 JR 解体地駅前で行われた啓発活動には警察などおよそ20人が参加しました。警察によりますと、今年に入り県内の自転車の盗難件数は先月末時点で去年より931件多い3094件が発生。そのうち 70% 以上が鍵のかけ忘れによるもので、学生の被害が多いということです。今日はチョコットの間でも自転車に鍵をかけてほしいという思いを込めて、チョコレートが入ったグッズを手渡して登校中の学生などに鍵の施錠を呼びかけていました。被害の半分以上が鍵がかけ忘れということで、そちらを防げば被害が減るのではないかというふうに考えております。少しの間でも油断せずに鍵をかけていただいて、大切な自転車を守っていただければと思います。